アリケンクラスに一人はいそうなデブチャンネル。年近い人これ行こうか。もしもし。どうもこんばんは。何してるんです？今暇ですねこの時間ね。年近い人って言ってたね。何歳ぐらいですか？僕17歳なんですけど近いですか？俺の方が上ですか？そうです。あ、じゃあ年上か俺。そうなんだ。なんで年近い人がいいんですか？話合うかなと思って。でも俺結構学校でみんなが喋ってることとかあんまよく分かんなくて、将棋の話とかしたいんですけどいいですか？いや、将棋分かんないですか？藤井聡太くんと俺あのライバルなんですよ。俺が2回勝ってて聡太くんは1回勝って、俺の方がちょっと強くて、でもなんかあのオセロの方が好きで将棋やめたんですよ。どっちが好きですか、将棋とオセロ？オセロ。やっぱオセロの方が好きっすよね。ゲームとかなんかするんですか？荒野。あ、荒野行動。はい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 。強いんですか荒野行動？いや、そんな強くないですか？そうっす。あ、荒野以外になんかないんですか、やってるゲーム？ない。あ、ないんだ。僕はフォートナイトってゲームしてますよく。あね。 YouTube とか見ます？うん。誰見ますよく？僕ヒカキンさんよく見てます。スカイピース。俺ジンタンが好きです。テオ君の方が好き。ジンタンの方がかっこよくないですか？かっこいいのはテオ君だと思う。3個言って、テオ君の好きなところ。面白い、歌うまい、かっこいい。大体俺、大体俺にも当てはまる。絶対大体俺面白いし、大体俺歌うまいし、大体かっこいい俺。ちょっと歌ってや。何歌ってほしい？香水歌って。君のドルチェ&ガッパオライスその香水のせいだよ。どうです、うまいです俺。うん。ってことは歌がうまいはクリアということで、じゃあ次は、じゃあ面白いか。最近あった面白い話。歯磨きしてたんですよ。歯磨き粉バーって塗ったと思ったら、美容液クリームで歯磨いてました。不合格ですか？不合格。不合格ですか？かっこいい、どうしようかな。僕、ツイッターに自分の顔写真あげてるんで、かっこいいかどうかちょっと確認してもらっていいですか？準備 OK ですか？アットマーク、GURABURUSLOT777。あ、いたわ。アリケンって名前だよ、俺は。フォロワー。ほら、これ買いました。700万円で買いました。7万人買えんの？ガチ？何してる人？俺は YouTube とかでインドとかに行って、現地の人にお金あげて穴を掘らしてプールを作らせたりしてます。絶対違うやん。それをやらせてる人です僕は。ゲームじゃないの？あ、ゲームもやってます。あのメインチャンネルの方が500万人今登録者いて。もう一個のアカウントなんて言えよ。もう一個のアカウントは言えないです。そういう契約を結んでます。インド用のやつか。もう一個。まあでも500万人ってもう言っちゃってるんで多分分かると思います。そのうち一緒にインド行きません？インド興味ないですか？うん。あ、興味ないな。え、付き合わないですか俺と？うん。ダメですか？分かりました。じゃあちょっとインドに帰る準備しないといけないんで。あ、行ってらっしゃい。切りますね。あ、じゃあ、あ、ガパラマサマラダー。何でも信じるぞ、本当に。全部信じるぞ、この子は。ガパラマサマラだ。あ、もしもし。どうも。あ、お疲れ様です。はい、お疲れ。うちの会社の人ですか？そう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 。あれ、アリケン？あの、ちゃんと録画してます？この前、あの、レインボーブリッジ作れって言ったやつ。ブリッジ撮ってるよ。ブリッジ撮ってます？あの、なんかあの。何食べるな？いつものところいるよ。うちの YouTube は、何も持ってない人が一から作るっていうのをあれにしてるから、何食べてるとこ映しちゃダメだよ、絶対。あ、何ダメ？何ダメだよ、何ダメだよ。今度インド、あの、また来週行くけど、何が必要？必要なものは、お金。先月さ、あの、東京タワー作ったじゃん、インドに。竹で。それが2億500万再生されてて、3000万ぐらい入ってきてるから、じゃあこれ取り分1000万ずつで、じゃあ。1000万パオパオ OK。1000万パオパオで行くから。次は多分2000万パオパオぐらい上げれるかもしれないから。わかった、2000万パオパオ。次そのレインボーブリッジできたら2000万パオパオ。じゃあ約束ね。じゃあ約束、約束お願い。あ、じゃあ最後にあのインド式のさ別れの挨拶ちょっとやってよ。わかるかバカデブ、お前ふざけんな。怖っ、怖い。インドの人怖い。おい、インドの人を装った日本人だったぞ。ガパラマサマラだ。こっちゃーす、皆さんこんばんは、はじめまして。何してるの君は？暇つぶししてます。暇つぶし？すごいね、お前たち。飽きないの？飽きました。飽きたの？あ、そうなんだ。じゃあ俺となんかゲームでもする？あ、いいですよ。あ、じゃあ、しりとり、3文字縛りしりとりする？分かった。3文字だけだよ。せーの。みかん。
終わったくない？ほんまや、すごいね君。俺このゲーム結構強いんだけど初めて負けた。ごめんなさい、ふざけんのやめます、ごめんなさい。ね、あんまりきつい。きついだろうなと思いながら喋ってました今。あの僕単刀直入に言っていいですか？僕彼女が欲しくて今こういうともやってるんですよ。女の子と今まで人生で全然こう喋ったりしてこない人種だったんで、こういうともだったら喋れるかなと思って今練習してるんです。んでちょっと付き合ってほしいなと思って。顔とかは僕のツイッター見ればどんな顔かわかるんですよ。で一回それで見て彼氏にしていいかどうかいいですか？アットマーク GURABURUSLOT777。 それ僕なんですけど、メディア欄見ればあの僕の顔出てくると思うんですけど、一目見た時から一目惚れです。僕と付き合ってください。一目見た時から僕と付き合ってください。好きです、付き合ってください。こちらこそお願い。え切られたんだけど、んこれは今俺からかわれてる？ガパラマサマラだ。もしもし、喋れます？ええやばい、え待ってガチで、えうるせえ、えあこんにちはこんにちは。ちょっと大きい声でわーって言って。わあ、もっと大きい声でジャンプしながらわーって言って。あああ、うるさいって言われました。お前がうるさいよって言い返して。お前がうるさいよ。なんでね、こんな時間にゲームやってようか。思いました。結構1週間前でなんでゲームしてるんだよ。うるさいうるさい。うるさいうるさい。3日前じゃないと俺は本気出せねえんだよって言え。3日前じゃないと俺は本気出せねえんだよ。はって言われた。やばい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 。ゲームしてても俺は勉強できるんだよ、お前と違ってなって。俺は勉強ができるんだよ、俺がお前と違ってな。え何字、先生に字が読めませんなんて書かれて。うるさいうるさい。何言ってんのかな。お前みたいなチンパンジーと一緒にするんじゃねえ。お前みたいなチンパンジーと一緒にするんじゃねえ。字がまともに書けないお前の方がチンパンだよ。ハグさんお前。字が書けるぐらいで自慢してきてんじゃねえよ。お前さ、字が書けるぐらいで自慢してんじゃねえよ、お前。字書けないと、いろいろ落ちちゃう。いや、だって、例えば言ってみなんか。なんかあんの？え、字書けないと、うん。勉強できないだろ、なんかお前。できるよ、俺、勉強。できてねえだろ。サンダ様お前何順位とか決勝やばお前。えごめんねお兄ちゃん、ごめんねお兄ちゃん。3.14え3.14。3月14日、3月14日。あ待って、3月14日、3月14日。バカなの、編集率だよ、そんなの分かってるんだよ。やめとけお前、やめとけお前。え演習率ならなかったっけ俺。はえ演習率なんだっ け, っだっけそれ。ああ、さ、3.14ってなんちゃら。ちょっと一回お兄ちゃんに変われない？ですよ。切られたぞ、こいつ。